ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はこちら16の性格、うん、性格タイプを知って獲得する充実した人生と人間関係っていう本で、はい、まあ、前も、まあ、自分を知るのと同時に、はい、人を見るときも16の性格で見ると分かりやすいですよっていうのがこの本で、はい、まあ、人の見方の練習とかも入ってるんですけど、うんうん、こちらで前炭治郎の炭治郎かまど炭治郎くんの16タイプの気質を見て、はい、うん、ISFJ だと、うん、炭治郎くんは、うん、ってなったんですけども、はい、今日は主要キャラ、うん、第2の主要キャラ、うん、善逸が16タイプだとなんだろうねっていうのをやりたいと思います、うんうんうん、はい、ちなみにあの、まあ、前の動画でもやったんですけど、うん、4つの気質、うん、SJ 伝統主義者、うんうん、SP 行動派、 NT 戦略家、うん、NF 理想主義者、うん、っていうので初めに分けると、うん、まあ、初めに分けるとっていうか出やすいっていうところですかね、うん、まあ、最後に分けた方がいいじゃないですか、はい、4つの気質結局後から見ていくわけですよ、ね、あ、もちろん、うん、あ、ただなんかパッと見、うん、善逸君って何に見えますかねと思ってが他の質問よりも分かりにくいじゃないですか、はい、あー、なるほど、はい、あ、じゃあ、うん、僕だけ、はい、僕の中では、うん、善逸君も SJ に見えるんですね、なんとなく、うん、パッと見、はい、4つの気質でいうと、うん、まあ、SJ に見えてます、うんうん、ではじゃあ実際に4つで見ていきましょうと、はい、うん、外交型か内向型でいうと外交型は、うん、まあ、前にも挙げたんですけども、うん、熱心な顔つき、うん、おしゃべり、うん、生き生きとした表情、うん、考えをすぐ口にする、うん、せっかち注力散漫、うん、周りに人がいるのが好き、うん、目立ちたがり屋で主役になりたがる、うん、っていうのが、外交型、うん、で内向型は、うん、落ち着いた控えめな態度うん、口数が少ない、うん、温和な表情、うん、考えてから話す、うん、集中力がある、うん、一人で過ごすのが好き、うん、用心深く慎重、はい、っていうのがあるんですけど、うん、どっちに見えます？いいですよね、外交、外交に見えますね、はい、確かに、うん、確かに外交なんですよ、うん、いつも喋ってるじゃないですか、わわわわで、やっぱ人に近づいていく、うん、で、まあ、女好き、女好き、女の子がいたらこう言って結婚してくださいとか言ってたりすぐ言う、うん、やっぱ熱子ちゃん可愛いんですよ、うん、で、そう炭治郎に嫉妬するみたいな、あの絵がまたなんかちょっと肉々しいんですよね、うん、アニメだと、はい、あの蜘蛛の糸でむっちり、むっちり、むっちりな感じ、素晴らしい、うんうんうん、日本のアニメは素晴らしい本当に、うんうん、じゃあ次、はい、感覚か直感か、うん、S か N かですね、うんうんうん、感覚 S の方で言うと明快で率直な話し方、はい、肉体を意識している、まあ、これは前日で見るとちょっと分かりにくいかもしれないですね、うんうん、細かい事実について話す、うん、過去を正確に記憶している、うん、相手が考えをまとめるまで辛抱強く待つ、うん、っていうのがあります、うん、ちなみに直感っていうのは、うん、複雑で分かりにくい話し方、うん、次から次へと話題とかが飛ぶ、うん、比喩を使う、うん、常に頭を働かせている、うん、長期的なこと全体像とかについて話す、うん、将来を心に描く、うん、まあ、空想的な感じですかね、これちょっと分かりそうですね、善逸、善逸は分かりづらい感じがありますね、はい、S か N かS か N か、さっきちゃうやん、あ、まあ、ちゃうやんってなったんですけど、はい、SJ、SP、うんうん、NT、NF、うんうん、で言うと、うん、その SP の行動的なとこってないなと思ってるんですね、善逸くんに。で、NT の戦略家的なところもないなと思ってるんですね、まあ、戦略的なのはない感じなんで、うん、アポロン、NF、NF か、うん、SJ かなって、うん、なんとなく思ってるんです。その辺は僕もそんな感じです、うん、で言うと、ちょっとこの辺うん、S と N ちょっと分からない感じします、分からない感じします、はい、じゃあここちょっと保留にしましょう、はい、保留にします、うん、で次が思考か情緒か、うん、T か F、 T か F、うん、で T は、うん、冷静に振る舞いよそよそしい、うん、無遠慮でぶっきらぼう、うん、事務的、うん、議論討論が好き、うん、相手の都合を聞かない、うん、感情を表に出さないってめちゃめちゃ出してますもん
で、うん、お世辞を言わない、うん、断定的なものの言い方、うん、戦略的な仕事、うん、っていうのに対して情緒っていうのは、うん、温かく親しみやすい、うん、人の感情に敏感、うん、優しく社交的、うん、社交辞令をさらっとこなす、うん、相手の都合はちゃんと聞く、うん、お世辞も気前よく言う、うん、あやふやな言い方っていうともう全員一は多分、うん、そう F ですよね、うんうん、はい。で最後のジャッジか柔軟か、うん、でいうと決断型、うん、J の方は、うん、堅苦しく形式にこだわる人、うん、真面目、うん、素早く決断を下す、うん、断定的で強い意志を表す、うん、身だしなみにうるさい、うん、仕事を終わらせることに力を注ぐ、うん、物事を手順よく進める、うん、とあって、うん、柔軟型は気楽で型にはまらない、うん、遊び好き、うん、順応力がある、うん、外見はややだらしない、うん、仕事を立ち上げるのが好き、うん、っていうのがあるんですけども、うん、まあ善逸君は1個しか、うん、1個しか要はその型の中の順応力はなかったなって思ってるんですね、うんうんうん、1つのことを極めたその代わり、うんうん、ちょっとまあ見てる人にとっては苦しいかもしれないですけども、うん、あの僕の中では J なんですね、うん、あとはまあ、うんうん、どうぞ。まあ、分かりづらいところはありますよね、はい、もちろん、うん、ただその S である彼が行動派かっていう、うん、この伝統主義的な感じもしないじゃないですか。あ、善逸君に、善逸君にあの炭治郎のクソ真面目感はないですね、うん、クソ真面目感はない、はい、うん、確かに、うん、ずっと禰豆子女の子のことばっかりなるほど、どのシーンでもそうですね。そうだとすると、うん、女神をはべらせてたアポロン、うん、アポロンアポロン感はちょっとありますね。アポロン感はあるんですよね。じゃあ今、はい、候補として、うん、善逸君は、うん、外交の E は、うんうん、意義なし、意義なしで S か N かは、うん、分かりづらい、ね、分かりづらいとこですね、うん、とで F か T か、 T かは、うん、F ですねと、 F でしょう、ここはもう決まりでしょうと、はい、ただJ か P かっていうのは分かりづらいが、4つの気質 SP、SJ、NT、NF でいうと SP はないだろう。バッカス、バッカス、あの行動派っていうのはないだろうっていうところから、今善逸君に残っているのは ENFJ、ESFJ、NFP ですと、うんうん、っていうこの3つから善逸君を見てみましょうと、はい、では、ENFJ、うん、ENFJ はこんな人、はい、こんな人、人の幸福を願う人、人とうまく付き合っていくことを一生の目標としており、うんうん、生まれつきその才能に秀でていますと、うん、他人の気持ちがよくわかるので、うん、人を幸せにするための努力を惜しまない、うん、思いやりがあり情け深く温かい、うんうんうん、人に共感して人の問題を手際よく解決するのが得意ですと、うん、問題が起こると素早く対処し、できるだけ早く決断や結論を下そうとする、うんうん、一旦結論を出すとその結論にしがみつき柔軟性に欠ける、うん、話し方は歯切れよく陽気で、聴衆、まあ、聞いてる人たちの欲求をよくわきまえた熱意あふれる名演説家であると、うん、相手が個人でもグループでも上手に付き合える、うん、機転が利き人の扱いがうまい、うん、他人の感情を損ね傷つけるのを極端に嫌がるのが ENFJ ですと、うんうん、では ESFJ、はい、これ私ですね、うんうん、どうもエピメテウスです。エピメテウス、はい、エピメテウスさんは ESFJ、うん、人の役に立ち感謝されたい人、うんうん、この人たちは困った時の友こそ真の友、うん、ということわざはこのタイプのためにあるようなものだと、うんうん、とにかく誰よりも先に困っている人のところへ飛んでいく、うん、親切で人付き合いがよく思いやりにあふれている、うん、感受性が鋭く人を喜ばせたいという強い熱意の持ち主であるが、うん、同時に人から感謝されたい、うん、褒められたいとも思っている、うん、伝統を重んじ
家族や友人を大切にする、良心的で勤勉、秩序ある生活を好み、自分の価値観に基づいた明確な行動基準を持ち、人にもそれを押し付ける、健康に気を使い、体を鍛えるのが好きで、ジョギングや自転車などもスポーツも好き、っていうのが ESFJ、じゃあ最後の ENFP ですね、ENFP は可能性を追求する人、常に可能性を追求して飽くなき好奇心を持ち、興味の範囲が広い、愛想がよく熱意に満ちている、面白いことが大好きで楽しみの中にも意味を見出そうとする、前例にとらわれず権威や規則に左右されない、自分の独創性に誇りを持っており、今ある規則を曲げても創造的な方法を実行する、障害などものともしない、不可能なことなど何もないと信じている、人付き合いがよく多くのグループから友人として迎えられ、さまざまな社会的地位、階級の人たちとうまくやっていく、門戸を閉ざすっていうのを嫌って、誰とでも友情を温める、知人のネットワークを利用して相互利益のために知人同士を紹介し、その関係がうまくいくと大きな満足感を得る、人のために人肌脱ぎ熱心な橋渡し役となる、相手の欲求が分かり話し上手で相手を納得させることができる名交渉役だとあります。どうでした？どうでしょう僕の中では、自分の建設を言うわけではないが、ESFJ、まあ、僕と一緒です、要は SJ 気質、伝統主義な彼に見えましたけど、まあ、そう、あのあれを鬼滅を読みながら、一番思ったのが、二等兵と一緒だなるほど。なので ESFJ っていうところですね。ただ、まあ、そこに縛られちゃいけないっていうのがあったので、いろいろこう、こう探るとあれ違うのかなって、あの疑いつつ、そうですね、あの、アポロン、まあ、これを理想主義的なところでいくと、善逸君にそれがなかったんですよね。わかります。だと、まあ、次やろうとしている猪之助は絶対に SJ じゃないんですよ。SP バッカスか、もしかしたらまた NF が出てくる、理想主義あるかもしれない、っていう、やっぱりこの4つの気質はなんとなくつかみやすいのかなってちょっと思ってます、またこんなんでトレーニングができればと思ってます。どう思いますか、どう思いますかっていうところですね、一応ここでは善逸くんは ESFJ と出ました。そう、ESFJ と出ました、いかがでしょうか。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。